バトラー家の紋章、ギュールズ、三個の金の二つきカップ。オーモンド白爵の紋章は彼らの祖先初代、バトラー男爵シオボールドワルターの紋章を筆頭としたクオータリーである。初代、オーモンド孔ジェームズ・バトラーをオーモンド白、バトラーの紋章が記されたヘンリー・バドリー製作の蔵書表。クオータリー、1、オーア、青のギザギザ模様のチーフ、2、ギュールズ、 三個の金の二月カップ、三、アージェント、赤のランパントライオン及び二個の金のアニューレットで、挟んだ銀の止まった白鳥を重ねた赤のチーフ、四、アーミン、赤のサルタイアーオーモンド白爵と、それに連なる、オーモンド公爵。オーモンド公爵は長く複雑な歴史を持つ貴族の、尺位。アイルランド貴族としてのオーモンド白爵位は三回、創設された。それは、 はじめ1328年に、ジェームズ・バトラーに受け釈された。1449年、第5代オーモンド博ジェームズは、イングランド貴族として、ウィルトシャー伯爵に模除されたが、1461年に、主権剥奪処分を受け、貴族くらいの没収が宣告された。オーモンド伯爵位は、彼の弟ジョンに返還され、第6代伯爵になった。一方、事実上の伯爵、 ピアーズ・バトラーは1528年に伯爵くらいの継承権を放棄させられた。これによって2回目の創設が容易となり、アン・ブーリンの父、トマス・ブーリンにオーモンド・ウィルトシャー伯爵の称号が認められた。この時、アンはヘンリー・パッセイの王妃であった。ブーリンは第7代伯爵の女系の孫であるため、本来継承順位は低かった。なお、彼はアンを通じ、 エリザベス一世の祖父でもある。ブーリンの死により、第二期の伯爵位は断絶した。なぜなら、彼の息子ジョージが大虐罪で決死、後継者がいなかったためである。愛国心と寛大さを称して、第七大伯爵の孫、ピアーズ・バトラーは称号を返還した5日後に、オソーリー伯爵に助爵された。1538年に、 ピアーズ・バトラーに対して3回目の伯爵位創設が行われたが、これはブーリンの追放に先立って、本来の継承権を認められたに過ぎない。第3期の5代オーモンド伯爵ジェームズ・バトラーは、アイルランド貴族として1642年にオーモンド公爵、1660年にオーモンド公爵を授けられ、イングランド貴族としては1682年にオーモンド公爵に上されている。 なお、東伯爵くらいとは、無関係だが、スコットランド貴族として、オーモンド伯爵が2回創設されている。オーモンド伯爵の設立に先立って、初代オーモンド伯の父エドマンドは、キャリック伯爵に異されていた。ただし、この称号はジェームズには継承されなかった。父の死後7年の断絶の後、ジェームズは彼自身の権利によりオーモンドの伯爵位を、得た。 第十二代伯爵ジェームズが、アイルランド貴族としてのオーモンド公爵を受け釈された1682年以降、オーモンドの名前はほとんど普遍的に用いられるようになった。公爵くらいの従属称号として、イングランド貴族として、ブレックノック伯爵とバトラー男爵、アイルランド貴族として、オーモンド伯爵とオソーリー伯爵、サールス主爵があった。七百十五年に、 初代、オーモンド公の孫の第二代オーモンド公爵は、主権剥奪処分を受け、イングランド貴族くらいの没収が宣告された。1758年には、第二代、オーモンド公の弟で、法律上の第三代公爵が死去し、公爵くらいと公爵位は廃絶した。1816年に、第十八代オーモンド伯爵ウォルターが、オーモンド公爵を受けた。公爵位は、 彼の死により廃絶したが、白爵威は彼の弟、ジェームズに継承され、彼が1825年に連合王国貴族としてのオーモンド公爵に上された。この称号は1997年に廃絶し、白爵威は休止中である。第七代オーモンド公爵の保持するオーモンドオソーリー伯爵の法廷推定相続人は、第八代オーモンド伯爵の次男、 リチャードの男系子孫である、第17代もしくは、第18代、モンタ牛ー者爵である。しかし、この権利は認められていない。なぜなら、第9代オーモンド伯爵の男系子孫を排除、できないからである。ありがとうございます。